新藤辰巳のゴミラジオ。やんで、やんで、新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。伊藤の坂巻さんでーす。今回はちょっと、ふと思ったんですけども、なんか千鳥さんかな。癖の強いネタ番組でやってる癖が強いネタやってる。なんかそこで虹の黄昏が出たらしいね、違うかな、虹の黄昏その時に、千鳥さんが大悟さんだったかな、皇帝がいるからなみたいなこと言ったという噂がね。おお、皇帝ですか。だから皇帝と似ているなって話なんだよね、そこは。ああそうなんだ。だからせっかくここで出てきて、もう皇帝がもう先にいるから、この芸風のままだったら大変なんじゃないのっていうことなのかなという、僕はその回見ていないので、あくまでも人の噂伝いで聞いている。ソースが割と危ういですけど、危ういんですけど、まあまあまあ別にそんな、まあまあなくもないかな。まあまあなんか言ったんじゃないですか。そうで、皇帝と虹の黄昏ってどっちが面白いのかな、今回の話なんですけど、そもそも芸風って被ってますかね。なんか俺はあんま分かんないな。思い切ってダジャレを見せつけてくるあたり、ボケとボケの強いボケの合間に、マジかっていうボケ入れてくるじゃないですか。なんか本当たまに、あ、そういう共通点もあるわけ。なんかもう一気バット来るじゃないですか。そうですね。でたまにボールがここら辺飛んでんのにこう打つみたいな、すごい振りかぶるみたいな時もあるみたいな、あの置きに行く表現の見せ方というか、そのダジャレそんな感じで堂々とやるんだみたいなのとかあるんじゃないですか。まあまあそうか、だからそういうとこで類似しているから多分言ったんじゃないかな。多分最初見た時にそういう印象を単純に、なんとなく虹をずっと見てると、ひったにしたらそんなに被ってるかなって思うんですけど、多分その画面上ではそう見えたんでしょうね。そう見えたし、多分虹の黄昏の認識もそんななかったんですかね。ないでしょう。初めて見た時にそう直感で思った。多分ずっと見てると多分そんなに気にならないかなって。そうへえと思った。でもそう見えるんだ。千鳥さんほどぐらいの百戦錬磨がそう、もしも言っているならば、ああそうなのかな。結構本当にそう見えるんですよね、多分。ってことはこれはどっちが面白いか決めないといけない日が来る。決めなきゃいけないんだこれ。どっちですか。どっちも赤いしね、なんかね、色合いが。だからどっちかにしないといけない。どっちか。ついに。どっちが面白いか決める日がやってきましたよ。どっちですか。僕はね、僕はまああくまでもね、あの芸人なので、これもなネタにもよるけど、今現時点では、虹の黄昏じゃないかと思うんですよ。虹に軍配が。これはなぜかっていうと、理由があるんや。理由があるんですよ。これは、ここ2年ぐらいかな。皇帝は M1 決勝かつ売れるための表現を意識しながらネタ作ってるんですよ、でも虹の黄昏にそこはあまりないんですよ、劇場で生で見た時はやっぱりすげえ下ネタでもずっと言い続けたりとか、本来テレビでできない描写でも堂々とやりきるっていうところ、この要するにテレビ枠に収まっていないという面が面白いと見るならば虹なのよ。ああそういうこと、そういうこと。ただ映像として、じゃあテレビで虹の黄昏皇帝が、ネタバトルをやります、投票で何か D ボタンを押してくださいみたいになった時は、皇帝が勝つと思うんですよ。それはなぜかテレビサイズで合わせてきてるのは皇帝だからなんですよ。だからそこでのテレビにしちゃった時の皇帝が有利と、舞台にした時の虹が有利っていうのが俺は二極化で分かれてってると思って。なるほどね。すごく奇抜なこともやっぱ虹はするし、やっぱ奇抜ではあるけど
あまり奇抜だと評価されない上で意識しながら作ってるのが工程でもある気がするので、うんうんうん、でもその中でもすごい面白いネタがいっぱいあるよ、もちろん工程も、うん、だから僕は現場に足を運んでみるっていうのがお笑い芸人のネタの本来のスタイルであるというのをメインに考えた時に虹の黄昏ってなるってことね。完全にこっちがすごいっていうのはないんで、基準をどこに置くか、お笑い芸人の面白さってどこで見てる時が一番素敵なのかなって時は俺は舞台なのかなと思ったんで、舞台で見た時どっちが一番面白い表現、一番伸び伸びと自分のペースを発揮できているのかなって時はやっぱり虹なのかなって。なるほどね。だって話な。ああ、いや、さあどっち決めなどっち決めなきゃダメだろ。俺決めとるじゃん。やだ、俺決めとるじゃん。じゃあまあ見解でもいいよ、どっちかっていうか見解、この二人組の見解をねどう思ってんのかなっていうの知ってますよね。一応知ってますよ、知ってますよ。そうですね、ちょっとね、でも今俺ちょっとびっくりしたのが、うん、似てるかなって言った時にあれあんま知らないのかなって。知ってますよ、知ってますよ、皇帝は知ってますけど、うん、あのね、何対決による、何対決です。俺はだからそれはもう自分だって見てください。何かよ、じゃんけんでもいいですよ。じゃんけんあっちの方が強そうな。じゃんけんまあ向こうの方が強いっすね。向こうって向こう皇帝の方が強いんじゃないですか。じゃんけんだと皇帝の方が強い。今来てるから乗ってるから。ああ、運がやつ、 なるほどね。あ、根拠があるから、あの運も掴んでいるから、うちもじゃんけん、まあ、3回勝負でも何でもいいや、した時には皇帝が勝つんじゃないから皇帝の方が面白いと。でこれガチのネタ対決をもししたら、うん、した時ですね、うん、尺もあると思うんですよ。はい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 、これ3分にした場合は皇帝が勝ちますね多分。おお、あ、なるほど、はい、面白いこと言うね。ですね、虹の黄昏の場合は、まあ、ライブ来るお客さんなら分かると思うんですけど、本人らが言ってるハッピータイムっていうのがあるんですよ。ハッピーアワーって言ってましたかね。なんすかそれは。ネタが始まる前に、うん、よいしょーっつって出てきて、二人でなんか何やいろいろ言って、だろうな、ネタを始まる前の時間があるんですよ。1分2分ぐらい。うんうんうん、とにかくここがブワーって盛り上がってネタそんな受けへんみたいなとこ結構あったりして虹って、うんうんうん、でもネタももちろんバーって跳ねる時あるんですけど、うんうん、このハッピータイムをやっていいかどうかによるんですよね。うんうん、3分だと、うん、できないんですよ。だからキングオブコントとかショーレースで虹はそれやってないですよ多分。いきなりネタやってると思うんですよね。だからそれをやった時に5分6分の尺の場合は虹の方が軍配が上がるんじゃないかな、はいはい、その無茶苦茶さんというか。ただキングオブコントの虹結構面白いんですよね、2分ネタの。あ、マジでごめん、俺それは俺の勉強不足が面白いな。俺も予選もうマジっすか、ワクワクして見に行っちゃったんだけど、プードルかなんか子犬、うん、可愛い子犬の小道具を持って、はいはいはい、で確かね真っ二つにしたんですよまず、うん、それで顔にプードルの確か顔をつけて、うん、下半身に足をつけて一人がプードルの一部になったんですよ。俺それ面白いなと思ってあ、死んだわけじゃない、プードルとしてはまだ生きてるんだっていう救いもあったんですよそこでなんかわかんないけど、ゲーム一緒かなこれはキングオブコントの店からね、虹の小道具を目指してこういう、そういう小道具を使ってキングオブコントにっていうので、ね、面白かったっていうのがあったんで、あ、まあ、何の縛りの中での表現っていうことで、もちろんその近年の虹もの M1 もね、あれもまた普段の虹とは違う見せ方じゃないですか。 M1 グランプリの予選っていうので言うとやっぱ皇帝の方がやっぱ面白い。ああ、そう。っていう。ああ、でも虹はネタによるけど、皇帝の方が軍配あるかなっていうのあるけど、もうフリースタイルで、もう劇場で勝負したのには、ちょっと俺虹ありかなって。ただこれ、ただテレビってなったら、テレビでもしたらやったら、うん、結構緊張しいなんで。どっちが？かまぼこさんが。ああ、俺なんか、知らないけど、うん、テレビで見る限り、うん、皇帝も結構緊張してる。あ、そうだな。俺は見てる限り、あれ、皇帝、あの芸風だけど、意外とめっちゃ繊細で緊張しいじゃないかっていうのは、俺はちょっと、ね、本当に対決ガチだった時、カモコさんが緊張する可能性あるんだけど。いや、これね、2組ともガチガチの可能性あるんだよ。あ、どっちもあるか。どっちもわかんねえな。上がり倒した2組が上がってる可能性がある、これは。でもやっぱり、この爆発力、これ、すごいんだよ。あるある。だから、それだけ、
お笑いに対しての志高いと思うんですよ。そうですね。だから一個一個の舞台の緊張感って人より高いのかなっていう意味で言ったら、やっぱその緊張感もちょっと分かる気がするね。なんだろうな、工程はここでさ、ここ二人の言っても掛け合ってるから、なんかここでわちゃわちゃバーってやってる感じ、なんか虹はもうこうやってるイメージがあって、こう前に。ああ、前に発信してる。前に発信してる。でもそれ、俺テレビでネタ、何回か虹って出たと思うんだけど、見た時に、やっぱ舞台ほどの迫力は感じない。そうです。なんかちょっと物足りないですよ、舞台見たことあるとすると。だから、テレビ画面上だと、やっぱこうやってる工程のが面白く見えちゃったりするのかなとは。なるほど、確かにな。むずいですね。これむずいわ。これむずいわ。自分の笑いの面白い価値基準はどこに置くのかって。そうですね。なった時に、僕は劇場、坂巻くんは運だと。じゃんけんだな、うん、運もありますね。でもこれをじゃんけんで勝った方ってのは意外と理にかなってる感じが、うん、今このタイミングで乗ってるのはどっちだってことだもんね、言ってしまえばね。そうです、うん、それは確かに肯定かもしれないでしょ、うん、だから坂巻くんのこの考えは一概にまあ分かるかなっていうの、うん、ってことで1対1引き分け、引き分けってことですか、ね、引き分けですね。じゃあね、ちょっと次皆さん第2回目で、うん、お会いするかもしれない。第2回目なんだこれ。2戦目もあんのに。だって引き分けだったから。1戦目決まってないから。芸人さんなんか流動的でね、芸風とかね、面白さっていうのはちょっとね、何ヶ月かしたら変わってる可能性だった。だからそうそうだ、ね。そうなった時にもう一回ちょっと考え直す。そうでも虹の時代がこう来ることだって考えれ、大いに考えれる。そうそうそう。大逆転もあるし、ね。そうですね。その時もう一回考えないといけないかもしれないと思いますよ。引き分けという形で。皆さんはどちらのコメントでね、私はこうこう思うので、どっち何々だと思いますと書いていただいても、ちょっと参考にさせていただこうかなと思います。以上、新田さんのゴミラジオでした。ありがとうございました。